はい、こんにちは。今回なんですけれども、運営さんからねお知らせがあったように、3月のコミュニティでの日程が明らかになりましたということでね、お知らせを見ていきましょう。一応今回の動画もですね、事前にナイアンティックさんから情報をいただいた上で作成をしているんだけれども、情報解禁後に動画を撮っているんで、まあこんな感じでいつも通りのスタイルでちょっと撮らせていこうかなと思います。この動画をちょっとただ撮る前に一個言いたいのが、なんで今更これ撮ってんのってことなんですよ。どういうことかっていうと、このコミュニティでの、その3月のコミュニティでの情報って、運営さんのミスなのかちょっとわからないんですけれども、3月の1日の深夜0時から朝の10時の間ですね、その間にもうすでに情報がその公式サイトの上で出てしまっていたんですよ。ただその10時以降になったらその情報は、ね、引っ込められたから、まあ、おそらく間違って出してしまったと思うんですけれども、いやそんな感じでもうコミュニティでの詳細をね一部知っている方がいたりとか、もうすでに動画にしている方がいたりとするんですけれども、正式発表はね3月の3日なんでね、今回ちょっとね3月3日に動画撮っていこうかなと思います。まあもちろん3月の花は姉もねということでね、この花姉もねをね、あなたの街にいっぱいにしませんかと書かれております。で、日時はね3月の18日の土曜日の終日となってまして、3月18日ってことはなかなか季節的にもあったかい時期なんじゃないですか。天候的にもそうですね、一応東京とかだったら晴れ天候になってるんでありがたいですね。いやー、2月がなかなかね寒い中ね遊んでいたんでね、ようやくあったかい中外に出歩けると思うとねほっとしますよね、やっぱり。で、今回ねそのコミュニティでね、ちょっと今までとは違った趣向が凝らされていまして、まあその部分については後で説明していこうかなと思います。まずはね、普段からあるボーナスの普通の花で花植えをすると確定でアネモネが咲くボーナスとか、あとは苗が育つスピードが 1.5 倍になるボーナスの他に、あとコミュニティデーの日のみに買える限定パックというものがね、今回のねコミュニティデーに登場します。3月のね18日の23時59分までの期間限定販売となっていて、まあ、ショップでコインと交換できるらしいです。ただね、その中身自体はまだ分かってはいないんだけれども、おそらくまあね、アネモネのコミュニティでだから、何らかしらそのアネモネに関するアイテムなのかな、まあ花植え加速器とか、まあそういったものが入ってくるんじゃないかなと思いますね。まあこんな感じで今販売されている限定スペシャルパック、これのコミュニティデー版が出てくるということですね。さらにですけど、同じくねコミュニティデーの日限定で特別なお題チケットというものがショップに登場します。これはコインと交換できるアイテムらしくて、このチケットをね入手すると特別なお題に挑戦できるということで、これどういったものなのかっていうのをね説明していくとですね、ポケモン GO やってる方だったら一発で分かると思うんですけれども、ポケモン GO コミュニティデーチケットってあるじゃないですか。コミュニティデーの日のみに販売されて、いや違うか、コミュニティデーチケットはコミュニティデーよりも前の日に販売されるか、コミュニティデーの日にやることができるタスクがあって、そのタスクをクリアしていくとレアなアイテムや、まあコミュニティデーのポケモンがもらえるという、まあそういった感じのコミュニティデー特別チケットというものがポケモン GO ではもうすでにあるんですけれども、おそらくねそれのピクミン版なんじゃないかなと思います。ただその価格だったり内容だったりはまだ明らかにはなっていないんですけれども、ポケモン GO の方のそのチケットですね、ポケモン GO の方のコミュニティデーチケットの価格はいくらかと言いますと160円なんですよ。めちゃくちゃ安いで、めちゃくちゃ安くて、しかも結構ねもらえる課金アイテムもね豊富なんですよ。だからね、ピクミンブルームの方もね、もしかしたらね、そう結構安い価格でなんかいろいろいいものが入ってるみたいな、まあそういったチケットになってくれたらいいなって、まあこれはあくまで僕の期待なんだけれども、まあね、いつものコミュニティでとね違った楽しみ方もできるということになりますね。僕はもう最近そうだな、コミュニティで本当にもう1万歩歩いて、あとはなんだろう、花びらかき集めておしまいみたいな感じだから、これは本当にちょっとありがたいですよね。どんなお題が出てくるんだろう。で、この特別なお題チケットに関する注意事項なんですけれども、チケットの購入期限は3月18日コミュニティデー当日までなんですけれども、特別なお題のクリア期限は翌日3月19日の23時59分となっております。だから、まあ、実質延長戦が1日分できるということですね。コミュニティで当日にクリアする必要はないということになってますね。そこもありがたい。このお題チケット
コミュニティで限定販売じゃなくてコミュニティデーよりも前に販売しても全然いいと思うんだけれども、そこはどうなんでしょう。まだ内容とかがあんまり定まってないってことなのかな。それでね、今回のねコミュニティでアネモネということで、まあ、4色展開の花となってるんですけれども、4色展開の花になってるから僕は極力ね白いアネモネちょっと植えていこうかなと思います。まあ狙った花をね確定で咲かせられるのってやっぱりねその今しかないというかコミュニティでしかないんですよ。コミュニティで当日に青い花をね例えば300本ぐらい植えたらほぼほぼ確実で青いアネモネが咲いたりするから、その狙った花びらをね増やすチャンスなんですよコミュニティでっていうのは。ただね一個注意点があって、人がめちゃくちゃいるような場所でそれをやろうとしたら結構失敗することが多くて赤い花だらけになってしまうんですよ。だそれを回避するためにも今回のコミュニティでは僕はねそのあまり人がいなさそうな場所でねちょっと遊んでみようかなと思います。あまり人がいなさそうな場所で遊んで、まあ、どれだけ自分の狙っている花が出せるかどうか、まあ、そういった感じの遊び方でねやっていこうかなと思います。まあ、入手できるエキス数はね、まあ、いつも以上に少なくなるんですけれども、欲しいエキスが手に入らない方が結構きついかなと思ってまして、まあ、今回やっぱりそのセントパトリックデーイベントでまんべんなくアネモネのエキスを使うじゃないですか。アネモネの花びらをね使うじゃないですか。青も使うし黄色も使うし赤も使うし白も使うしみたいな感じでまんべんなく使うから、エキス自体もまんべんなくね手に入れたいんですよ。だからなるべくそう今回のコミュニティではあまり人がいないような場所で狙ったアネモネをね咲かせていくみたいな感じでやっていこうかなと思います。それじゃあ今回この辺で以上とさせていただきます。ありがとうございました。それでは。